何を焦ることがあるの？私は、この朝にね、集まってくれるみんなが好きなの。私の第一声を聞きにね、こうやって5000人ぐらいの人が来てくれてる。この人たちを大事にしたいの。いち早く私を見たい。私の声を何を喋るかっていうね。うん。後からしと来る人は外野みたいなもんよ。わちゃ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 ね。そうでしょ。私の話を聞きにみんな集まってきてくれてんだからさ。あ、おちょらかありがとう。スーミー、センキューありがとう。これイベントさ、どうしようかな、本当に。今日はムチンが来てんだよね。さっき朝ね、お風呂入ってる時にチラッとさ、イベントのランキング見たな。アムチンがポーンって4位ぐらいにいたんだよね。今日はアムチン狙ってるよね、絶対ね。今日は狙うべきじゃないと思うんで、アムチンと被るかな。絶対負けるっしょ。本気はいつ出そうかね。じゃ、本気出しても多分アムチンとかももなちゃんとか藤見ちゃんには負けると思うんすよ。だからそのね、本気を出すのはいつにしようかなと思ってずっと考えてたんだけどね、お風呂入りながら。その T シャツ何日目？まだ3日だよ。ね。まだ3日ですよ。あら。もう、何これ、また。毎回毎回入り直さなきゃいけないからめんどくさいよね、止まるとね。あら、アムチンがいた。アムチンからバック来たよ、みんな。やるやん。なんかね、アムチンね、メンシプにも入ってくれてるみたいなんでね。でもね、コラボはまだですよ、アムチンさん。コラボはまだ。あと、半年ぐらいね。私はそんなに安くないね。アムチンにね、100万円ぐらいさ、貢いでもらってからやろうかな。そうなんだ。うるさいね。もう企画することないのってさ。私、毎日やってるよ。あなたたち、知らないっしょ。私が裏でどんだけね、どんだけみんなのことを考えてさ、毎日毎日やってるか知らないっしょ、もう。知らないよね。ただね、無料で見てる人は、なんか求めてくるけどさ、乞食みたいに。ゴキブリだよ、ほんとに。腐ったさ、ほんとに。知らないよね。準備したりとかね、内容を考えるのも大変なんだからさ。な？一人でやるのって大変なんすよ。ん？その息出してないっしょ？ね、段ボールで寝たことないっしょ？ ああ、今日楽しい。なんかみんながね、食いついてくれるから、私の話ちゃんと聞いてね。いつもはスルーなのにさ、私の話さ。今日はカッと言ったらカッと帰ってくるから嬉しいわ。これよ。な、この言い合いが楽しいのに、リスナーさんとのね。いつもはみんなシカトするじゃん、私の話とかさ。いいんだけど、私はね、ここでね。うるせえな、閲覧少ねえとかさ、1万見てんだろ？じゃあ、9時に来いよ。来るから。な？今、まったり喋ってんだよ、閲覧、閲覧。うるせえだ、おめえ、配信者か？リスナーが閲覧気にしたら終わりだよ。マジ。求めるとこは崩壊になるからね。匿名でしか言えないってことは、アカウントが出せないってことは、ね、何か非がある人でしょ？正直に言えない人なんだ。だからごめんなさい、ひどんなさん。ひどんなさん、すいませんね。ヨギママさん。ね、ひでママさん。大原誠二さん。そっちとかに。でも普段から閲覧閲覧って言ってる配信者は誰だろうね。
1.5 倍でもさ、2倍速にするとすごいんだよ。あの、女優さんとかのさ、表情が、あら、旦那様なんとかですよねとか言ってね、あ、着物をお仕立てしましょうかって、あら、やだーってね、そんなとこお触りにならないでくださいみたいなさ、そんぐらいの速さなんだよ。それで、あ、ちょっと早すぎるなと思って、等倍速ね、100% に戻すと、あら、旦那様、お養子になって、そんなところお触りになって、みたいな感じに感じんだよね。だどん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 、ゆっくりに感じんで、普通のがね。一回やっちゃうとね。だからあれだよ、101回目のプロポーズってみんな知らない？トラックにこう引かれるやつ。あれが早いんだよ、めっちゃ。2倍速だとね、聞けよっつってさ、僕は死にません！あなたが好きやからってさ、本当はもっとゆっくりなんで、キューってさ、トラックが突っ込んできて、ピタッと止まって、僕は死にませんあなたが好きだからって言うんだけど、それを2倍速にすると、キュー僕は死にませんあなたが好きだからになっちゃうんだよ。私また明日98だよ、私。座高より、座高より私足の方が長いの。ここよりね。よく足短い人は座高の方がね、また下より長かったりとかするけど、うん。顔の長さが98センチとかさ、大仏じゃねえんだよ、奈良のさ、な？牛久、埼玉かなんか茨城かなんかでっかいさ、大仏があるんだけどね。あれすっげえでかいんだよ。なんだっけ？日本一でかい大仏があるんだけどさ、あれ夜行くとマジで怖いんだよね、でかすぎて。牛久の大仏だっけあれ。そう、牛久大仏ってね、みんな人生で一回は見た方がいいよ。マジで怖いからでかすぎね。何メートルあんだろうね、あれね。50メートルぐらいあんのかな。今更キャラチェンする必要ないよね。話聞いてるかな？そろそろ。聞いてんの？休みだからって鼻くそほじくって食べてる場合じゃないっすよ。聞いてないよね、そろそろね。家の掃除始めたかな、暇だから。そう。話聞いてる？また止まってきたよ、ほら。休みボケ。私休んでない。みんな休みだけど、私休んでない。もう毎回やらせんのやめて、本当にこれ。もうおかしくなっちゃうから、これ毎回毎回やってるとさ、ここの人たち、アクティブっていうのがあんねん、アクティブ。それで、ここだけの話ね。裏で、DM とか連絡を取るんだよ、その男にさ。それで、オフパコすんの。昨日、私ね、マッスーの枠で、コメント打ったんだよ。チンポしゃぶらしてってね、いつも通り。そしたらマッスーが言ってたんだけど、俺最近ナナちゃんリスナーとオフパコしましたよって。えー、みたいな。それ聞いたのね、私4人目。マッスーがうちのリスナーとオフパコしたの4人目ですよ。ね、狙ってんだよね、そうやってね。な？くるみという、悪い、怨霊がついてんね、あそこの家には。小前くんが心配なんだよ、本当によ。このままでは小前くんは、死ぬぜ。死ぬんだよ。まあこれも設定ね、みんな。まだ京子ちゃん早いから9時から登場するんでね。好きな彼氏もいる。ね、こんなにね、たくさん見てくれるリスナーさんもいる。毎日好きなことをやってる。ね、お金も稼げてる、それでね。私は幸せですよ。もう正々堂々言えるもんね、今幸せって。ん？今幸せ。ハッピータイム、ハッピーホーム。うん。うん。いや、難しいよ。ただね、私が、お母さんにさ、初めてね、
カミングアウト、自分が男の人を好きだって言った時に、うちのお母さんが言った言葉があるんだけど、ナナちゃんって、あ、その時はつぐちゃんだったね。つぐちゃんって、あなたは幸せになりたいのみたいな、ね、男になりたいの、女になりたいのって言われて、で、その時ね、私結構女になりたかったんだけど男って言ったんだよね。じゃあつぐちゃんね、そのままでもいいじゃないのって、別にメスとかね入れて寿命を縮めたりとかしてね。話聞いてる？散々人のことをさバカにしててね、こういう真面目な話聞いてくんないんだ。今超真面目な話してんだけど、真面目な話聞けないのかな。ただね、世の中には幸せになる定義っていうのは形じゃないんだよみたいな話を聞いたんだ、その時ね。普通におちんちんついてて、まんま男の人でもずーっと長年ね、20年30年一緒に住んでる人もいるしって、そこじゃないんだよねって、ね、うちのお母さんが言ってたんだよ。うん、いやー、ごもっともんだなーって私その時思ったんだけど、ただそういう巡り合わせだよね。そういう人に出会えるか出会えないかの問題ね。そういう色恋はさ、そういう人が人生の中で現れるか現れないか、逃すかね、キャッチするかの違いだと思うんですよ。うん。で、一生ね、現れないかもしんないし、ケンジ君がもしかしたら私の運命のパートナーでね、この先ゴールインする可能性もあるしね。はたまた竹野内豊とかね、反町隆史みたいな人と付き合うかもしんないしね、窪塚洋介みたいなのとかさ、え？小田切常務。ヤクザの息子自慢、うるせえんだよ、本当によ。何をおっしゃってんの？関係ないよね、ヤクザの息子とかね、失礼な。ね。うん。さ、普通にさ、星3つがそういうこと書くからね。ね。私ね、家のこと言われるとガチ切れするからね、マジで。自分のことだったらいいけど、家をバカにされたりとかね。ガチで私怒るからね、マジで。放送中断するからね、ガチ切れしてん。家の環境なんてどうでもいいんだよ。だって今一緒に住んでないし、ね、自立してんじゃん、私はさ。過去はここですよ。だってお家を選ぶことはできないんだから、自分でね。逆に私は、いや、否定もしないよ。全部私話す人だから。否定もしないよ。ただ、うちのお父さんは、息子だったんだ。ヤクザの息子だったんだから、おじいちゃんがヤクザであって、うちのお父さん、なんつうの？仇。ただ、なんつうのかな、うちのおじいちゃんがさ、有名な人でね、とある会の、幹部みたいな感じで、だからうちのお父さんも、なんか、そういう仕事を手伝ったりとかね、一時期はしてたんだけど、そう。ただ、うちのお父さんは、構成員というか、所属はしてなかったの。仇ね、普通に仇で手伝ってたみたいな。うん。話すのやめときなよ。だって知ってる人は知ってるんだって。ねえ、地元帰れ、昔なんて、坊っちゃんって言われてたんだよ。ねえ、歩いてると、藤沢の坊っちゃん、元気っすかみたいな。誰このおじさんみたいな。知らないね。頭に穴開いてるさ、おじさんとかにさ、なんか挨拶されんのよ。そういう場所に行くとね。うん、なんか頭に穴が開いてんの、何これってピストルで撃たれたのかなみたいなさ。なんか頭がくぼんでたりとかね、小指がなかったりとかさ。入れ墨入ってたりとかね。自慢しといて怒る？自慢なんかするべきじゃないでしょ。だって今反射ってさ、ねえ、
悪みたいな考え方じゃん。それを話すことによってね、自慢にはなんないでしょ、悪いっていうの。今は悪いものは悪いの世界になっちゃったでしょ。じゃ昔はね、警察の方が悪かったんだよ。今はそうヤクザとかさ、悪いってね、街から追い出そうってなってたんだけど、今なってるでしょ、暴対法とかさ、そういう法律ができてね、どん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 排除してんじゃん。昔は治安を維持したりとかね、そういう警察がヤクザみたいなのが多かったんだよ。ね、いろんなさ、外人とかが街を戦略してきたりとかね、そういう街を守ってる役割があったんだよ。ただ警察の力が強くなっちゃって、そう暴対法とかね、排除しようってなって。うん。で、いざ警察がね、守ってくれるかって言ったら、守ってくれないじゃん、国が守ってくれるかって。そういう、そう、必要悪っていうのがあるの。必要悪ね。何でもかんでも悪いもんじゃないの。いいものの裏には、悪いものって必要なのね。白の裏には黒があると一緒。この世の中は、絶対に、悪い人がいないと、いい人もいなくなっちゃうの。その二元性になってんの。うん。悪があれば正義もあると。じゃあ悪がいなくなったら正義がしかいなくなるとね。話が薄っぺらい？これが宇宙の真理ですよ。うん。で、うちのお姉ちゃんとかすごい言う。うわーとか言ってね。てめえこの野郎みたいなさ、すっごいね、言い方するからね。うちの姉ちゃんやばいみたいな、怖いみたいな。おれーとか言ったりとかするからね。血は争えないわみたいな。うん、そう。でも不思議なのに、うちのお姉ちゃんと話してるとね、話さなくても何言いたいか分かるときに、やっぱ兄弟なんだろうね。あ、お姉ちゃん、お姉ちゃんこの人気に入ってんのかなとかさ、なんかなんとなく分かったりするんだよね。うん、あ、今これ言おうとしてんのかなとかさ、やっぱ兄弟だよね。何歳さ、お姉ちゃん？お姉ちゃんは3つかな？弟が5つ。うち3人兄弟なんですけど、私が長男で、真ん中に弟がいて、長女がいるって感じ？お姉ちゃんが。うん。3人兄弟。こうやってね。で、ジョージじゃないっつうの。ジョージは違うの。白塗りの時はジョージやんないんだよ。ジョージ。ジョッチ、ジョッチ、ジョッチ、ジョッチ。じゃあジョージで今京子ちゃんが出てくるかな。これから登場するのは京子ちゃんだかな。ジョージっていうのはテラフォーマーズっていうさ、アニメに出てくるゴキブリだよね。ゴキブリが言葉喋れない、人間の形してんのね。人間のゴキブリなんだけど、一言だけ喋るんだよ。それがジョージ。ジョージしか言わない。これはお粉です。もうね、白い粉。美味しい美味しい、楽しくなる白いお粉。一時、体の中に入れば、何時間でも勉強できるし、何時間でもご飯食べなくてもいいんだよ。白い粉やるとさ。違法なお粉をね。今はね、ケミカル系とかね、アッシュ系とかありますけど、ね、脱法なやつがさ、一回やればハッピーハッピーです。じゃあ行きます。今、魂が分裂した魂が遊びに来てたの、今ね。もうすでに怪奇現象が入ってる。心霊現象。始まる前に言っときますけど、本当に、感じやすい人はこの後見ないでください。いつも具合が悪くなったり、この先ね、心が侵食されたり、はたまたそのお化けちゃんの魂の分裂があなたのね、後ろに近づいたり、メリーさん、メリーさん、私、あと10メートル、今、お家の前にいるの。私、今、あなたの後ろにいるの、やっほーみたいな感じで来るんで、気をつけてください。うん。本当に。こういうものはね、
ビジュアルとか、ね、送信機にも乗るんでね、そういう霊的な現象は。マジで乗っちゃうの。ビビビビッとね、電波とか、波長とかね、超音波とか、超身長とかね、超長いおちんぽとか加えたいな、ペッペッペッつってね、ペランペランペランつってね、おいしいおいしい、ミルキーミルキーつって、あ、すいません。ちょっと京子ちゃんね。京子ちゃん、はしたない。もうこの、ね、京子ちゃんは、ね、17歳の女子高生っていう設定なんでね、処女で。で、こちらね、切り替えてきますね。魔界のポンキーホーテで買った、こちら。命の杯の杖。そして、滴り落ちる悪夢の涙で作った帽子。竜のひげで作った白装束。うん。京子ちゃんやり遂げるかな、頑張るドーン、頑張る頑張る、イエーイ。今日はちょっと胸が危ないっすね、マジで。狛江邸でちょっとガムテープかなんか借りよう。はい、やばい、管理人みたいのに見られた。京子ちゃんです。あー、でも結構あれですね。匂いかけました。じゃあ、あの匂いも大事な刺繍。あ、本当ですか。本当に怖いお化けちゃんに取り憑かれてる時は死んだ人の匂いがするの。獣のとかね、はい、泥臭い匂いとか、はい、ちょっとね、背筋が悪いです。もっとピシッと伸ばしたの、はい、このね、猫背がダメなんです。入りやすくなっちゃう、はい、すいません。 あんまり上げすぎ、楽にして、楽に、はいはい、肩も力抜いて、はい。あー、なるほどね。右目が疲れやすいんだね、特に。ああ、目が、右の方が視力悪いしよ。あ、視力ですか。うん、多分悪い。ちょっと耳見せて。耳はね、聞こえる力、目は見える力。はい、ここも穴なんで、こっからも入ってきちゃうね、悪いもんが。マジですか。ちょっとね、今浄化したからね。はい、なんかすっごい軽くなりました今。軽くなったでしょ。軽くなりました今。一気に今一気に軽くなりました。スーッとね。じゃあ腕伸ばして、はい、腕伸ばしてください。はい、こうやって1、2、じゃあ私の言う言葉を続けていってください。はい、くるちゃんかわいい。くるちゃんかわいい。ななちゃんきれい。ななちゃんきれい。くるちゃん自動ドア。くるちゃん自動ドア。ななちゃん回転扉。ななちゃん回転扉。今抜けました。はい、OK です。いや、まだだよ、まだ。あ、まだですか。あのね、呪文をかけられたんですよ、クルさんから。はい。同じ言葉を私、復唱して、跳ね返りの呪文を。はい。体に、もう、呪術がかかってた状態。今、その呪術を取りました、この体から。はい、なんか、ちょっと軽くなりました。でしょ？ちょっと軽くなったでしょ？ちょっと、耳にね、口紅が。どう？どうですか？でもね、
そんなに強くない生き量だったね。そんなに彼のこと思ってないね、女の人は。もうちょっとね、手ごわいかなと思ったのもうすぐいなくなっちゃった。軽いんですよ、お気持ちが。なんか、ケンジ派と、ケンジ反対派がいるね。いや、ほとんど反対派だよ。そうなの？だって見たことないからね、みんな。確かに。どんなに怖い人か分かってないね。ケンジが。うん、入れ墨バリバリ入ってるからね。怖え。グラサン、色付きのサングラスしてるから。TJ さんじゃないよね。TJ さん。全身もんもんだよ。全身なの。全もんもん。色付きのお絵描き。マジでやんそれ。相川翔みたいな感じ。やば。相川翔みたいな。ネタにしすぎ？ネタにしすぎ？あ、みんなおかしいって言うんだよ、貢いでるとか。iPad は誕生日プレゼントだからあげたんじゃん。おかしくないじゃん、だってそれは。みんなノリしかもらってないってバカにすんだよ。確かにノリしかもらってないんだけど。そうなの？でもあれはめちゃくちゃレアなノリなの。高級な？じゃあ売り物じゃないの。あ、そうなの？知り合いが作ってる、うん、もう超レアな。うん。他の人が手に入んないノリなの。そうなんだ。うん。すごいでしょ、価値があるんだよ。でもそれ食べたの？一かけらぐらい。うまかったの？美味しいよ、味付きで。うん、普通に。お姉ちゃん連絡取ってるの？最近取ってないね。今度一緒に行こうか、お店。でも何回も、でも行くたびに怒られる。ん？行くたびに怒られる。お姉ちゃんに？うん。なんて怒られるの？中途半端なんだよ。私もずっと言われてたから。そう。おめえ中途半端なんだよ、とか言うよね。うん。おい、おめえって言うでしょ。そう。おい、おめえって、おいって。うちの姉ちゃんそうなんだよ。人のこと指さすな、あーとか言って、あんたさーとか言うしよ。使えるもん使えやみたいな。いちいち遠回しに言うなやみたいな。おっさんなんだよ中身ね。おっさんおっさん。やばいしよ。でも小前くんはなんか弟みたいな感じだよね。うちのお姉ちゃんからしたの。ピーナッツ入ってるけどね。あるじゃん。でもいつでも食べれるよ、10年後なら。食べれないって。もう帰ってくんな、ね、うるさいから。本当にめんどくさいね、この人ね。どういうご身分でここの家に来てると思ってんの、本当に。マジでうぜんだけど。あ、チャリンチャリン。チャリンチャリンじゃねえよ。人の金稼ぐなよ。数えないで勝手に。じゃない？